ワイルク川に架か,かる虹の滝ワイルク川、またはバイルク川と呼ばれているのは、米国ハワイ州ハワイ島のタウ地域にある広の町の西にある川で、道東及び全ハワイ州で最長の川である。観光地として、名高い虹の滝はこの川の流れにある。ワイルクは、淡水を意味するハワイ語のバイと、破壊を意味するルクから来ており、全体で破壊の川を意味し、 大雨の時にこの川が相当な暴れ川であったことが想像される。洪水の高い痕跡は、広公共図書館の後ろの川に下るコンクリート階段に日付が記入されているのを見ることができる。ワイルク川は、ハワイ諸島に属するハワイ島にある長さ 45.1km の水流である。範囲州で最も長い川であり、平均流量も州内でが最も大きい川でである。 その流れは主にマウナケアさんの溶岩流と南のマウナロアさんの溶岩流の境界に沿って下っている。源流はマウナケアさんの東斜面の標高約3800メートルのところにある。そこからほぼ東へ流れ、山から急降下して広の町の北で太平洋に流入する。川の下流に沿ってワイルク川修立公園がある。公園内には虹の滝、 ベイペイ滝、沸騰ポットなどがある。川の上、中流域は人工的に導入された狩猟動物の狩猟地域としてで知られている。川の下流域は水泳やチュービングで人気の場所になっている。しかし、ワイルク川は州内の川での歴史の25%を占めている。ベイペイ滝すぐ上流の沸騰ポット川の下流では水力発電も行われている。広での流量は 平均で毎秒8立方メートルで最大流量はその40倍になる。水流はアメリカ地質調査所による監視下にある。堆積物は毎日平均10トンが広湾へ運ばれている。ワイルク側には汚水も流れ込んでおり水質調査の対象にもなっている。水に関する勧告はハワイ州がオンラインで掲載している。 広湾へ流れ込む川の自然回復計画があり、それにはワイルク川も含まれている。ハワイで演説によると、この川はマウイガミとトカゲの怪物区などの戦いで作られたという。川はホワイトウォーターのクラスごと評価されており、カヤックの専門家によって案内が行われてもいる。ありがとうございます。